お願いします。はい、お願いします。はい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 、うるさ。いや、動画のストックは俺がないんで、富士宮にありがとう、でも大丈夫って返しといた。動画のストックがないのは俺なんだよな。キッチンです。え、キッチンにタスクはない。ウィーン、あれ誰か忘れちゃった。カモスにいた。カモスにいたと思うな。おう、カモスは4人ぐらいですよね、確か。僕とハイブリさんとネロちゃんと高田さん。いや厳密にはね、あの、俺は診察室。ああ、そうなんだ。うん、バイタル脇。カモスがなんで俺の脇知ってんの。確かに。え、変だよね。なんか貨物で4人で湧いた気がするんですけどね。バイタルに梅高ぶりで湧いて、ハイブリさんが貨物側、梅高が貨物側に行ってるから。僕貨物が俺の脇知ってんの変な。僕速攻ね、診察の方行ってるんですよ、ダウンロードするために。俺とどこで見たんだ。じゃあなんか高さ一瞬だけ右に来ませんでした。まあまあ、じゃあお前さん視点でバイタルには来てないってことですか。え、ネロちゃんが、うん、あ、うん、ネロちゃん来てないと思う。俺だけ下に行ったのは。じゃあ高田さんは無理かな。うん、名屋も無理だと思う。俺キッチンカー巻きでエレキに行ってます。名家も無理じゃない。エレキで、勝ちのところに高田さんとプテスさんかな。イエス。あ、プテもいたね。置いて、で僕がエレキで、6、5、4で行くときにちょっと一人で見失ってて、誰かが一人行って、その後に名屋さんを見て、名屋さんの前に誰かいるんだけど誰だろう。魚が石脇で初動を右に行って、プテハスと合流、停電中に5、6あたりで高田健翔すれ違ってるから、結構知るで。いや、エレキに高プテ、坂名は見てます。サントスミーティング、あ、いいよ。アーカイブ端脇で証拠機右で停電直し。うん、私ボタン上なんだけど、ガミさんって見てる。私も、はい、見えてます。最後も、最後も見ました。ガミサントスも厳しそうだね。一応俺はね、ネロちゃんを覚え芸に置いてラウンジ、今、配線の方にいる。え、これ、あ、そっか、あれも昇降機右か。覚え損してよ。そうなんですよね。だからアルブリオマぐらい。いや、でも停電直したのがアルマくんしかいいんやろ。貨物で、でもアルマが貨物で直してるんか。じゃあ直し、あ、すれ違ってないのか。え、でもハイブリさんこれはすれ違ってない。うん、じゃあアルマもなくてブリオマじゃない。え、でも、あ、そうだね。うん、そう、ブリオマ。エレキが名屋さんとかも見られてるかな。高田さんが見てくれる。あ、名屋見てる見てる。ぐるぐるんとこいた。じゃあ全員いるから最後、一番最後に。あ、そうだね。スキップしちゃった。まあ、普通にオマが視界広いの視界が変だと思う。いや、俺は見えたんですけどね、移動した高さ。多分一瞬見に来てますよ。むしろ俺が見えてないから。僕だとしても本当に湧いてすぐ移動してるんで。押してもダメなんだよ、勝手に。なんかちょっと右脇ええって。すげえいろんな脇位があるんだな。ネズミを取りすぎてネズミ取りになった、パトカ。ブン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 。おお。はい。ああ、マットだ。マットか。ってなると、じゃあ、俺の場合はベントキルやね。ん、おまおじさんが証言してたのってなんだっけ。バイタルには来れないって言ってたけど、バイタルに来れた場合にできる人間も洗った方がいいね。ただね、そうだね、これね、僕も言うことあって、はい、僕最終位置バイタル貨物館なのよ。はいはいはい。でエレキで勝ち合った後にバイタル側を抜けてるんだけど、ちょうどこのタイミングで停電だったんで、見えてはないんだけど、誰ともすれ違ってはないと思ってるのよ。だから梅健さん結局来れないと思ってるから、あんまり容疑者変わってないと思ってる。梅健さん、ネロちゃんから。梅健さんじゃない、ネロちゃん、ごめん、ネロちゃん。とりあえずもう一回俺の証言だけ言っとくと、バイタル脇、
覚え行ってそのままラウンジの配線タスクやって覚えもう一回行こうと思ってたところで、レポートっていうかボタンやったから、うん、これは置いてきた視点やし貨物脇で下の方で覚え来てるから多分そのまま下行ったか、まあ、停電前のところでキルされてるんやと思う。でも結局、うんうん、ハイブリさんかプテの二択になるんじゃない、うん、これって、うんうん、まあそうね、まあ、一応そのだから僕はそこにいるんだけどバイタル移動中見えてないからなんか今回停電やたら停電じゃない？なんかそんなことない？いつも通りこれ。やたら停電じゃない。だいぶ見えなかった。マウル速さよりはってね。だいぶ見えなかった。視界の広さの話か。終わってない。まあわかんないけど。正直そんなか気にならないから。見えなかった。まあ、一応今回の停電なんか別になんかそのおまおじが待ってたからあれだけど俺が直してます。最後一番左でした。うん、まあまあまあ、うん、まあいいんじゃないかなと思います。ハイブリさんじゃないかな。いや俺やったら別にお土産すりゃよくない？直してんと。むず。俺証拠シャワーまで降りてタオル回収してるけどそれせずに昇降機右で直してるけど今回。まあ僕容疑者に入らなくていいです僕だったら自分から。いやでもプテ、はい、結局右に池田に抜けてプテが抜けてるのってバレてるから抜けてるのってバレてんの？バレてるしだって勝ちタスクに残してっていう話を魚さんがしてたけど俺と高田さんはもう8番にいるからプテが1番にいるんじゃん。うん、ハイブリさんまで釣った方がいいんじゃないの？大丈夫？俺ずっとハイブリさんに入れてるけどね一番貨物脇が正なんだとしたら一番できる人物はハイブリさんだと思ってるからシンプルにハイブリさんかなと思ってるけど。警察のパトカーの意味もなさやば。まあ二郎生徒なんてハイブリさん釣りかな。そうね。サントスさんは無理かな俺目線。あ、私シェリフです。あ、オッケー。で、ミヤさんもほぼ切れる位置はミーティングの左ぐらいしかないはず。切るくるどうでした？ね、35、6秒ぐらい。だから本当に。うん、ミーティングの左くらいしか聞けない。皆さんかなり専門案名。でもね、何も出せる要素ないな。じゃあ、時系列精査にします。シェリフに響くタスク精査、タスク時間を言った方が。貨物脇で、まず金庫をやって、一発で成功しました。はい。その後、バイタルのドアを開け、エレキに入り、69アスタリスクをやって、965、965だっけの番号のガチャガチャを確認し、8番のタスクがないことを確認し、5番のヒラリと、4番が1、2だったのでそこをやって、今は1、2、3のところらへんにいます。今2番。何の要素にもならんそれ聞いたとしても、まあ、ハイブリさんは確定だったし、今日はハイブリさんというね、うん、今日はハイブリさんというここからの進行考えた方がいいと思ってるから。ガミアルの択になります。そうそうそう、メイヤさん、メイヤさんはほぼ厳しい。もうミーティングの左くらいだから。いやもう弾いていいでしょ。もうだってもう無理でしょ。もう見立てとかにした方がいいと思うから。もう死んじゃったけど私3票ハイブリさんに言って3票のうちで聞いてきゃよかったな。俺がねずっとハイブリさんに言ってる。2票の時もハイブリさんに言ってるし3票の時もハイブリさんに言ってる。あの時は僕はプテさんに入れたんですけどちゃんと理由があって、初手にハイブリ初手ってお前おじさんマットだったけど内通できないと思うから、うん、ハイブリさんがインポスターだった場合お前おじさんが来るかマットか分かんない状況で定量直してお土産をしないっていうタコを取らないかなと思ったから。だからお前おじさんが来るだったらハイブリさんまでロラが入るじゃないですか。ハイブリさんついてとりあえずもう1ボタンにしましょうか。うん、もう絶対に来ないという強い意志を持ってミーティングでサントスさんがどっちかを切るっていうのもありですよ。ミーティングのはしごの上で、ね、登ってきた瞬間にそいつ、あでもそれも含めて一回ボタン押してからでいいかなと思って、うん、釣り僕ボタンないです。僕もないです。多分メイヤさんしか残ってない。任せて。
あれ。ほい。一応まあアルマさん出してくれたからガビさんの経路も聞いていい？他に判断しよう情報があんまりにもないから。エンジンで名屋さんと湧いて配線行く名屋さんを放置して通信ダウンロード、コックピットハンドルで武器キッチン展望って行って停電直してボタンで終わりで、ドアはコックピット武器キッチン展望あたりは全部開けたと思います。マジでわかんないよ。なんか他に白要素あります？お互いに。いやないと思うよ、無理だよ。ダメ。さっき出した要素わかんないですか？あのハイブリさんがお土産をすると思った、これクルーの思考だと思ってほしいんだけど。あ、初手僕エンジン脇で即ミーティング行ってサントスさんと結構長々ミーティング行った自覚があります。あ、ボタンを初手も押してたね、そういえば。はい、あれアルマさんボタンの時ってどの日だっけ？おまわりさん釣った次のターンですね。宿舎脇だったんでミーティング配線してボタン待機してました。まあ僕がインポスターだったらですけど、例えばハイブリさんが、アーカイブ側に来てたってなったら停電中だったからワンチャンスで違わなかったかもっつって、僕がインポスターだったら3択にして、釣りを回避させます。正直僕がインポスターだったんで。ガチでわかんないです正直。だから俺的にはもうあの執行するかミーティングのはしごの上執行最強だと思ってて、俺プラスサントスさんが白いと思う方を呼んでミーティングのはしごの上で執行して、登ってきたら執行せずにそっちを切るみたいな。あ、乱入してきたらね。うん、ラビさんがね。そうしよっか。アルマが呼ぶんだったら俺はアルマの方が白っぽいかなと思っちゃうけど、あ、私はね正直のあるからガミさんの方が若干白っぽい。あ、じゃあガミさんでいいんじゃない？ガミさん呼びでアルマが登ってきたら、うん、いいで。メイヤさんもミーティング奥で隠れて奥の方にいるよね。ミーティングにいるけど奥の方にいるってことだよね。いや奥っていうか見える、執行が見えるところ。まあちょっと、まあちょっと離れてるところってこと。停電が一番厄介だと思うから停電待機しておきますわ。じゃあアルマがね。うん、これどうだろうな。でも僕の方がたくさん白要素を出してますよ。いや、情報積極的に出したのはそうだね。そうね、うん、アルマの方が白っぽくは映ったから。いやー、どうだろう、これまずいです。時間かかりすぎです。サントさん俺でもいい、切るのは。だったら行こう一緒に。どこの停電直すかだけ聞いときゃよかったな。あぶね。なんで今来んだよ。ナイルボ、ナイルボ。セーフセーフ。今ドア開けなきゃよかった。あぶな。ああ。神さんか。もう切るか開けてたんですけどね。あ、開けてたんだ。リアクター鳴らしたからそっちに切り行こうと思ってドア開けてる間にメイヤさんが来てる。死体から離れてはいけない。あー、ナイスファイト。タイミングが噛み合わなかったな。悪かった今のは。危ねー。